向こうは。これ何の線？もう嫌だ。もう嫌だ。わかった。いや、これはあれだ。渋春 PC の線や。PC2 台にするの？いや、もともとね、PC2 台にしたかったんですよ。なんだっけ？ダブル PC？ って言うんだっけ？なんか、やろうと思って、運営さんと一緒にやったのよ。運営さんに通話つないでもらって、これはこうしてこうしてつないでください、こうしてくださいって指示のもと、やったら、なんか音が乗らなくて、あれ、音が乗らないっすね。なんででしょうねってなって、私、OBS、昔から音乗らないんですよ、みたいな話して、え？そうなんだ。なんでだろう。わかんないっすね。結局、できなかった。ねえ、せっかくさ、2つ PC あるからね、今度こそちゃんとやりたいんだけど。ラジコンでもそう、ダメだったの。うまくやれるまでやらんか？いや、そう、うまくやれるまでやりたいんだけど、その、運営さん頼りなわけな。その運営さんが、わかりませんね。カンってなったらもうわからんのよね。エペとかカクつくから基本立ち絵だし、2PC できたら。ねえ、本当にね。OBS 音乗らないの？ OBS のことさ、よく知ってる人じゃないと何言ってるかわかんないと思うけど、ご説明いたしますと、OBS に乗ってる音をモニターするっていう機能があって、そのモニターができないのよ。いつも。だから、モニターするっていう選択をしても、音が返ってこないなってなって、結局、どうにもならないっていうことが常で、ダメなんだよね、なぜか。2PC にしてるホロメンとかに聞いたことある？ 2PC にしてるホロメンに聞いたこともあるけど、なんかね、なんかその人たちも運営さんに聞いたから、運営さんに聞いた方が早いみたいな感じで言ってて、結局、みたいなね。もうシシロにお願いしてやってもらおう。確かに。困った時のシシロ。OBS に配信してる映像の音が OBS 上に乗らないから配信に音声が乗らないってこと。なんて説明したらいいんだ。OBS に自分の声を乗せてたとして、その自分の声が帰ってくるように設定できるんだけど、帰ってこないっていうだけなんだよね。スイちゃんが理解できてない。まあ、スイちゃんが理解できてないですね。機械音痴なんで。